中年オタッキーです。12月に入ってね、通常はむちゃくちゃ忙しくて道も混むっていうところなんですけど、どうやらそのコロナの感染が拡大して乗用車が一気に減ったみたいで道が空いてます。まあ喜んでいいのか悲しんでいいのかってところなんですけど、今日はね、かなりたくさんのカメラを、視聴者様から、今回また提供いただきまして、そのカメラたちを紹介する動画になっていきます。それでは動画スタート。はい、今回ねカメラを提供いただいた、以前もね提供いただいてるんですけど、ヤフコング別名桃色山梨様からね、また貴重なカメラをねたくさん、何台だ、1,2,3,4,5,6,7,8台とレンズ1本ということになるのかな。ちょっと多くてねびっくりしてるんですけど、まあ紹介していくんですけどね、本当はねこれをあげようかって最初ね連絡が来たんですよね。キャノンのオートボーイのね、高級版のやつですね、 ML っていう、40mmF1.9 っていうね明るいレンズが搭載されているものですね。以前その、ちょっと前にねジャンクカメラまとめて買って、ものすごく期待していたんですけど外れでしたっていうね動画作りましたけどね、あれの1台なんですね、同じやつ。これねもうジャンクで2台仕入れて2台ともダメだったんですよね。で2連敗中だったんでね、はい、ちゃんと動きますちゃんと動きますねもう感動しています。これなかなかね映りがいいということでねずっと狙ってたんですけど、私の場合ねちょっと予算が限られてるんで、まとめて5台とかねそういうやつの中で動いたらいいなってね、そんなのを落札して買うもんでね、まあまあ動かないことが多いんですけど、確実にね動くねオートボイいただきました、ありがとうございます。でね、まあ箱に入って送られてきたんですけどもうずっしり重くてなんだこれって感じでね、だこの箱にねものすごい猛烈な密度で入っていました。でねもうめちゃめちゃ気に入ってね、すでに写真を、フィルム写真撮ってるのがこれです。これねミューメタルってやつなんですね。オリンパスのミューっていう、まあ、ミューシリーズの一角なんですけど、ミューシリーズは通常プラカメですよね。でもこれね、もう名前の通り金属なんですよ。もうね、見た目はね、そのプラカメの、オリンパスミューシリーズと変わりないんですけどね、微妙に金属感わかりますかね。これ完全に全部金属なんですよ。でもフィルムが入ってるんでシャッター切れないんですけど、ここでシャッター切ったら もったいないんでね。レンズはね、以前、ずいぶん前にね、オリンパスミュー135だったかな。似たようなレンズがついております。何ミリだったかな、確か似たようなレンズだったぞ。38から105ミリか。ちょっと短いんですね。テレガがちょっと短いんですけど、オートフォーカスのね、ポケットカメラっていうか、コンパクトカメラですね。まあ、ポケットにもね、入るぐらいのね、サイズではあるんです。ちょっと分厚いですけど、これなかなか使い勝手もいいですし、金属製ということでね、ちょっと注目しています。映りはもう絶対いいと思いますけどね。でね、映りで注目してるのはもっと、これ全然知らなかったんですけど、これオリンパスのね AF1 クォーツデートっていうね、これまあ単焦点のレンズがついてますね。まあこんな感じなんですけど、35mmF2.8 っていうレンズがついてます。オートフォーカスですね。これね、まあトリップ35が 38mm の F2.8 だったかな、まあ、それに近いということと、単焦点ということで、ね、オリンパスの単焦点画質がねいいっていうね、もうこれコーティングの色とかもね結構いい色出てるんですけどもね、ちょっとねこれモノクロで撮ってね解像度とかをね見てみようと思います。面白そうですよね。でちょっとねこれ電池持ってくるの忘れちゃって、電池入れてくるの忘れちゃったんですけど、これはね
オリンパスクラッシー105っていうカメラです。これもね、謎といえば謎なんですけど、38105ということで、多分ね、先ほどのね、ミューメタル、同じようなレンズが入ってるんだと思いますけどもね、こちらは完全プラスチックカメラになりまして、まあ開けたらね、こんな感じでね、もうレンズが目の前まで迫ってきてるんですけども、どんだけギリギリの設計してるんやって感じのね、設計なんですけどね、このカメラもね、ちょっと楽しんでみたいと思いますね。オートフォーカスで、ミューメタルよりは多分新しい手になるのかな。もしかしたらオートフォーカスの精度とか向上してるかもしれないですね。はい、ね、で、これ。これもまだ電池入れてないんだっけ？うん、電池入れてないんで。これはね、京セラズームテック 90S ということで、レンズが 38mm から 90mm、F3.5 から 7.8 っていうレンズが入ってます。京セラのね、多分フィルムカメラの末期ぐらいのモデルなんですけどね、このカメラなんですけども、かなり注目しています。その注目している理由が、時代背景的にもしかしたら富岡工学のスタッフが設計に入ってるかもしれないっていうね、あくまで憶測ですけど、京セラにね、ヤシカが搭載して京セラに入ってるんで、そのぐらいの時代のカメラだと思うんで、もしかしたらレンズ、秀逸なレンズが、ついてる可能性があるんで、ちょっと注目しています。ポケットカメラ、コンパクトカメラ系がこの辺で、ここからはね、これから行こうかな。フジカ35オート M。これね、使い方も最初分かんなかったんですけど、一応 EE カメラです。で、EE カメラでね、オート使えるかなと思ったら使えるんですね。よいしょ。これね、使い方がいまいちよく分かんない。使い方がいまいちよく分かんないですけどね。先ほどテストしましたら、ちゃんと絞りが変わってたんで、オート使えるようです。オートに入れたら動かなくなるのか、ちょっと使い方はね、今から勉強しなきゃいけないんですけどもね、レンズが富士ノン R 47mm の F2.8 っていうレンズが入ってます。これ相当古いですけど、EE カメラということは1960年よりは後だと思いますけどね。ちょっと調べてみないとわかんないです。僕ちょっと知らなかったんで、これフジカオート M 非常に楽しみです。結構ね、コンパクトカメラとしてはでかいです。F1 でいこうか。よいしょ。まあ、キャノン F1 と比較してもね、まあ、こんな感じですね。あんま変わんない。ペンタプリズムの部分がちょっと違うのと、レンズの出っ張りが違うぐらいで、あんまり大きさ的には変わらないし、ずっしり金属製で重いです。これちょっとね、フジカのね、レンズは一般的にレンズがいいことが多いんで、楽しみにしてます。コパルマジックっていうね、シャッター、コパルマジックって書いてありますね。うん、面白いですね。で、次はこれいきますね。これ。これ多分、マミヤメトラ35の初期型になるのかな？以前ね、ちょっと前で、ほんのちょっと前ですけど、マミヤオートメトラっていうのを紹介しましたけど、あれ実はメトラだったみたいです。申し訳ありません。モデルによってね、その見た目がオートメトラにそっくりなメトラとかもいろいろありまして、ちょっと間違えておりました。で、これは多分メトラだと思います。レンズはね、この間紹介した、オートメトラとして紹介したメトラと全く同じなんですけど、スローシャッターまで調子よく切れております、この個体。で、レンズの状態もこの間紹介したやつよりいいですし、何よりファインダーが綺麗なんですね。この間のね、そのメトラは、ピント合わせがうまくいかなかったということで、ピントが緩い写真を大量生産してしまいましたですけども、これは期待できます。というわけでね、これもね、写真撮ってね、そのうち動画になっていくと思います。で、最後に来たのが、これもらっていいんですか、これ。はい、コニカオートレックスです。これご存知の方はご存知でしょうけどもね、フルサイズとハーフサイズを切り替えれるというね、一眼レフカメラになりますね。これね、今フルサイズですよ。こうするとハーフサイズになるんですね。で、
ハーフサイズにするとね、巻き上げが最初から回りして、ほんで回るんですよね。で、フルサイズにすると、最初からスプロケットが回る仕組みになってます。これ、撮影途中でも切り替えれるということになるんでしょうけど、それやるともうややこしくなるでしょ、多分ね。まあ、予定ではね、このコニカヘキサノンの 52mmF1.8 は以前もね、使用しましたので、フルサイズはとりあえずやめといて、ハーフでいきなり撮っていこうと思ってます。はい、こんな感じなんですね。もうこんなにたくさんカメラいただいてて、ほんでね、このマミヤのメトラもね、これ露出系が生きてるんですよね。こんな状態のいいメトラ、これまあ、値段になっていくと思うんですけどね。いやー、ほん本当に申し訳ない。結構の、全部合わせると結構な金額になってくる。本当にヤフコンのものもやまやさん、ありがとうございます。もう動画を始めて、3年を過ぎたんですね。10月で3年を超えたんですけど、最初の頃はね、へそくりがあったんですよ。僕、へそくりが15万ぐらいあったのを、潰しながら動画を作ってて、もうへそくりがとうとう枯渇してね、今ゼロになってるんですよ。で、お小遣いと、視聴者様の協力で、今動画が成り立っている状況です。でね、先月からちょっとね、過去動画が伸び始めて、若干利益が出るようになってきたんでね、このまま行くとね、オフ会の交通費がね、なんとかなっていく。年に1回か2回ぐらいは、なんとかなっていくかもしれない。まあ、そのぐらいのレベル、今そのぐらいのレベルなんですよね。でね、ほんとね、まあ、一番最初のね、勝高さんから始まったんですけど、たくさんの機材、およびね、フィルム、をたくさんの方からね、提供いただいて、本当に感謝してます。もうそれなかったら僕の動画とっくに終わってるんでね、もう、終了しますって、お金なくなりましたっていうね、そういうノリなんで、もう本当にね、今回もね、貴重な機材、たくさんね、いただいてね、本当にありがとうございます。この恩返しはね、まあ、動画を作ることもそうですけど、あっちこっちでね、その将来的にはね、オフ会を開催して、オフ会にね、参加してもらってね、実際に直接お会いするとかね、そういうね、ノリで考えてます。まあ、時間とかのね、戦いとかそういうのはあるんですけど、このまま頑張って動画を伸ばしてね、利益が出るようにして、オフ会のね、交通費を頑張って稼いで、行きたいと思ってます。はい、今回は本当にね、提供いただきありがとうございました。ここからはいつものね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはポンポコさんからですね、1枚、作品投稿します。タイトル、もしかして黒猫ヤマトの発祥点ってことですね。カメラは富士フィルム XT1 ですね。レンズが XF1855、レトロな街を散策していたら風格ある運送屋さんを発見。昭和テイストのいい看板ですねってことですね。写真なんですけどね、これね、黒猫のね、のれんとかね、いろいろかかっててね、まあ、黒猫ヤマトの取り扱いっていうのはよくわかるんですけど、上にね、色が落ちてしまって、看板で、ヤマト運輸ってありますね。これね、まあ、漢字で、大和でヤマト運輸って書いてあるんですけど、これね、黒猫ヤマトの一番最初はヤマト運輸って言ってたんですね。黒猫のマークはね、随分昔からあって、60年ぐらい前の写真でも黒猫のマークがついているのをトラックにね、見たことがありますね。もう随分昔からね、黒猫のマークなんですけど、最近は、黒猫ヤマトって会社になってますけどもね、当時はヤマト運輸、もしかしたら発祥の店、まあ発祥の店じゃないとは思いますけど、相当昔から、ヤマト運輸さんなんでしょうね、この建物ね。いやー、なかなか貴重な写真、ありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんから2枚、1枚目がね、今日の獲物はここに、ツアイスイコンタ520のに、6×9 ですね、富士アクロス100で撮影してますね。2枚目がね、温泉街の社、オリンパス 35ED、
プロビア100使用ということですね。作品なんですけどもね、1枚目はね、モノクロ写真らしいね。これなかなかね、こんな感じのね、写真がやっぱモノクロ似合うんですね。光と影をうまく使っているいい写真になってます。2枚目の方なんですけどもね、プロビア100ということで、まあ、リアルカラーでね、赤い屋根のね、社をね、うまく撮っておりますね。このね、オリンパスのね、35ED のレンズね、色再現性もよろしいですしね、なかなかいい感じに映っております。光もたっぷりありますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次が、北野隆さんから2枚。1枚目がね、反射。オリンパスペン EE3 富士カラー C200。2枚目がね、待ち構えってことでね、ミノルタ X7、レンズ MC6 コール PF55mm F1.7、コダックゴールド200ってことですね。写真なんですけどもね、1枚目の太陽のね、夕日の反射をね、その入れて、この、オリンパスペンで横構図で撮られておりますが、こういう場面でね、このぐらいのフレアなかなかいい感じになってますね。ペンってね、そこまで逆光に強いわけではないんですけど、バリバリ弱いってわけでもなくて、なかなかいい描写になってますね。で、2枚目なんですけどもね、これね、おまわりさんがこれ取り締まりしてね、隠れてるんですね。もうね、写真見たら憎たらしいぐらいの隠れっぷり。なかなかね、憎たらしい写真ありがとうございます。まあ、シートベルトの取り締まりね。僕は絶対シートベルトはするんでね、取り締まり2番でかからないんですけどね。はい、北野隆さんありがとうございます。次がね、時神さんから3枚ということで、3枚組写真ですね。ジャンクカメラネタ取り上げていただきありがとうございます。その7000円高額ジャンクのマミヤ ZE クォーズで壊れたままちょっと本気で撮影してみました。タイトル、初冬のバラ園にて、フィルムがコダックカラープラス200、レンズは 50mm F1.7 マミヤセコール、いろいろやってみましたが、光線かぶりかは逃れられませんでした。残念。ってことで、映りがいいのね、もう丸わかりなんですけどもね、光線ね、かぶってますね、ちょっと。ちょっとずつなんですけどね、いいレンズであることには間違いないんで、マウントアダプターであるのかな、いやのマウントアダプター、まあそんな感じですかね。トキカメさんありがとうございます。次がダムお猿さんの、投稿2枚ですね。タイトルはね、セピア色の朝、あとはやっと赤くってことですね。2枚ともね、機材ペンタックスプログラム A、レンズは SMC ペンタックス M 50mm F1.7、フィルムはコダックカラープラス200を使用ということですね。せっかくカラープラスのね、あまり色味のない写真になってしまいました。台無しっぷりを笑ってくださいということです。いや、そんなことはないですね。1枚目特に結構好きです。これ、手前の方がね、ちょっとアンダーになってますけどね、これ以上アンダーにすると、これ以上オーバーにするとね、夕日のね、色が台無しになってしまうんで、これバッチリだと思います。構図もね、いいと思いますよ。2枚目の方はちょっとうるさい写真になってます。もっと寄りたかったとこですね。あと光がちょっと微妙に足りないかな。1枚目はなかなかいいと思いますね。はい、ダムお猿さんありがとうございます。今日の作品投稿はここまで。結構な待機者になっておりますね。8人待っておるのかな。ちょっとお待ちくださいね。あんまり長くなるとね、ちょっとしんどくなってしまうんで。はい、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー。今回は8さんの俺のカメラ。ですね。俺のカメラコーナー、ゼンザブロニカ C、35mm で36枚、ハーフで72枚だと取り切るのに時間がかかるので、描写はもちろんですが、1本で12枚というのがブロニカを使う一番の理由です。ところが貧乏症ゆえコストを考えると、ファインダーを覗くだけで満足してしまい、シャッターを切らない日もあり、12枚すらなかなか取り終えずにいます。この日は、頑張って4枚撮りましたということですね。僕がね、2眼レフとかね、マミヤの RB67 で撮るときも似たような感じになるんですけども、まあ、フィルムは1本1000円前後、現像も同じぐらいなんですけどね、結構ね、その1枚あたり、その現像と、フィルム代でね、2000円になってくるので、1枚あたりね、200円近くなってくるんですね。でね、この写真なんですけどね、
もう見事としか言いようがないですね。ハチさんね、もうプロっていうか、プロの味、多分ハチさんプロなんだろうけど、これはもうタイトル画面になりますね。これ、ね、28ミリ前後で、24ミリぐらいかな、結構ね広角域で撮っておられますけど、この広角はね、その広い景色を撮るのもそうなんですけど、手前にね対称被写体を入れてね、奥をね末広がりに釣るっていうね、このハチさんのね作品のような、撮り方すごくいいと思います。さすがです。次回から俺のカメラのタイトル画面はハチさんのこの作品になってまいります。はい、今日の動画はこんな感じになります。ちょっとね、今日ね、今お昼に撮影してるんですけど、エンジンの音が入ったら嫌なんで、エンジン止めて撮影してるんですけど、暑くてね、非常にね、今日12月なんですけどね、今日は、今、高坂のね、サービスエリア、埼玉県撮ってるんですけども、非常にね、暖かくなってます。来週はね、なんか寒くなるみたいなんですけどもね、今ね、そのコロナ関係で病院がね、すごいことになってるんで、今年はちょっと風邪ひけないぞということでね、風邪のね、注意、風邪の方もね、皆さん引かないようにはね、ご注意くださいませ。次回の動画なんですけども、次回の動画は、選手もね、ちょっと予告してましたけど、このオリンパス OM-1 で撮影した、イルフォードデルタ100のね、死者、上がってきてますんでね、そちらを取り上げていこうと思ってますんで、まだ乞うご期待っていうことですね。はい、今日の動画は今日ここまでになります。コメント、高評価、どしどしお願いします。コメントはね、ギリギリ追いついていってるような状況ですけど、また返信頑張りますんで、何か気づいたこととかありましたらね、コメントお願いします。高評価の方なんですけども、ポチッと押すだけなんでね、コメント、高評価がたくさんあればあるほど動画がどんどんシェアされていきますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いします。あと、チャンネル登録の方もね、順調にね、もう堅実に伸びていっておりますが、まだまだ、チャンネル登録者増やしていこうと思ってますんで、チャンネル登録、あとね、最近ゲリラライブがすごく増えてるんでね、通知もオンで、お願いいたします。はい、今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画まで、お待ちくださいませ。それではごきげんよう。さようなら。